設計からプレス加工、溶接、組み立てまでの一貫生産可能な金属加工のショッピングモールとして幅広い業界に対応する小倉金属株式会社。ロボットによる作業の自動化にも積極的に取り組む一方、多品種少量の発注に対応するため課題も抱えていました。まあ、受注量がですね、まあ、だいぶ減ってきまして、 でも種類は結構増えてきていると。まあ、いわゆる多品種少量、今まではたくさんの量が出てたので、まあ、専用設備で良かったものが、まあ、その種類が増えてきて、まあ、専用設備が必要なエリアがどんどんこう増えてきてしまって、でそれがですね、まあ、結果的に社内の工場の大部分を占めてきてしまっていると。でもその割には受注量が少ないので、まあ、売り上げにもこう悪影響があってですね、まあ、かといってこう設備を撤去とかは、まあ、お客さんへの供給責任があるので、そこはできないという悩みがありました。そこで小倉金属では、一つのロボットで複数の部品が生産できる設備の汎用化に取り組みます。溶接設備の汎用化をしたいということなんですけど、まあ、一つの設備でも複数の部品がこう溶接作業できるようにするというところなんですが、一つのセルで要はジグを何個も乗っけて付け替えてこうぐるぐる回転させるようなイメージで今行っております。もし仮に新しい仕事が小ロットのものが入ってきた場合には、まあ、ロボットが空いているところに乗っけましょうという話になりまして、ジグの方ができて、それで製造の方で実際ロボットが空いている時間じゃないとティーチングの確認とかっていうのは取れなくて、まあ、実際そこでティーチングしました。でもいざ実際やってみたらダメでした。そうするとまた戻って直してっていうので、結構リードタイムが伸びてしまうというのが今困りごととしてあります。まあ、残業やら休室やら非常に多いと、そこが一番の、まあ、問題でしたね。生産部門で開けてもらって、それからの作業になりますので、どうしても残業だとか、お休みの日にですね、まあ、今までのやり方って言いますかね、まあ、しょうがないことだっていうふうな認識で今までずっと来ちゃったっていうことが事実としてあります。まあ、最終的に製造部へ引き渡しと、そのリードタイムがですね、非常に長くなってしまう。ロボットに新しい作業内容を設定するためには、ロボットの動きを細かく設定するティーチングの作業を実機で行う必要がありました。その問題を解決するために、デジタル化された 3D モデルで疑似的にロボットを動かす PSR プロセスシミュレートロボティクス、ロボット検討モジュールの導入試験を実施。 PSR 導入の説明を聞いたときはですね、まあ、それを実際に実機でやるんじゃなくて、まあ、事前にこう PC 上でシミュレーションできるというところ で、まあ、実機では本当にもっと最終確認レベルでいいというところなので、まあ、これだったら通常の時間内で、まあ、かつ生産にも支障をきたすことなく、その汎用化にチャレンジできるなという期待がありまして、デジタルシミュレーションの技術を持つ FA プロダクツが今回のPSR 導入テストをプロデュースしました。私が使っている 3D のコンピュータグラフィックを使ったデジタルファクトリーなんですけど、まあ、その中のロボットシミュレーション、ロボットのティーチングをする機能を使って小倉金属さんに適用した事前検証をさせていただきました。で、まあ、小倉金属さんの方でですね、アーク溶接のロボットを結構使っていらっしゃいますので、そのアーク溶接のロボットをロボットシミュレーターに適用したときに、まあ、実務上本当に技術的に、まあ、ちゃんと成立するのかという基本的な検証ですね。で、具体的には今もうすでに生産で使われている溶接用のロボットプログラムをシミュレーターの中に作った 3D の CAD の環境に全部取り込んで、実際と同じようにコンピューターの中でロボットのプログラムが動くのかということと、あと今度この逆ですね、シミュレーターの中で作ったそのロボットのプログラムが実機でちゃんと問題なく同じように動くのかというちょっと基本的な検証をさせていただきました。その実証結果は、まあ、弊社として初めての試みだったんですけども、非常に精度がいいなと、それがまず第一の印象ですね。
微妙な調整というのは当然これはもうどうしても必要になるんですけども、パソコン上でやったものがですね、もう本当に数ミリの単位のレベルで、同じ軌跡をたどれると、その準備段階といいますかね、それをやっている間に、別なところでプログラムが作れて、ティーチングプログラムですねが作れて、検証しておけると。そうするとロボットが入りました、プログラムを入れるとですね、本当に数ミリ単位のティーチングの補正だけで済むと。そうすると圧倒的にその、スタートからですね、生産部門への引き渡し、このリードタイムがですね、圧倒的な短縮になるな。一応そのシミュレーションソフトがあればパソコン上でシミュレーションしてはいけるなという判断になれば、そこでティーチングまで行ってプログラムを机上のロボットに持ってってプログラムを移行してで修正するような程度で済むという話を聞いてますので、一応その辺でだいぶ時間短縮にもなるし、救出の対応も減りますし、あとは製造の方にもその調整をしてもらわなくて済むっていうのが一番いいのかなっていうのはあります。精度もよく、実際今机上のもので確認して大きなズレもなかったので、実際に使い勝手的には大変いいものだとは思いました。あとは実際数をこなせばスピードも上がっていくとは思いますので、だいぶはいいけそうな、自分の中ではいけるのかなとは思っております。で今回の結果ですと、もう全く問題がないわけではないんですけど、いくつか課題はあるんですけれども、今まで、ロボットシミュレーターを活用されてきた、世界中のお客さんが活用されてきたのとほぼ同程度の、シミュレーションと実機のロボットプログラムの、一致性というかやり取りの確認ができましたので、ということで、そういう、シミュレーターを使ったティーチングの効果っていうのがおそらくちゃんと上げられるだろうということが分かりました。アーク溶接のロボットプログラムの場合、かなりそのティーチングの点数が多くて、一つのロボットプログラムがその3分とかですね、すごい長いプログラムなんですけれども、それをそのまま変換してシミュレーターの方に持ってきて、特になんか手を加えたりせずに一遍でそのまま全部同じ動きが、ほぼ同じ動きが自動で全部バーッとこう再現できましたので、 PSR の導入によるさまざまなメリットが見えてきました。まずは設備の立ち上げのリードタイムの短縮、今までかかってたコスト人員っていうのも、大きくかけることなくそれがスムーズに立ち上げられるかなと思います。結果的にはその専用エリアが少なくなってですね、工場の利用可能な敷地が増えますので、今までそのちょっとエリアが足んなくて断っていた受注っていうのも取りやすくなるということで、その売上とか付加価値のアップにつなげられるかなと考えています。あとはその生産技術グループ員たちのですね、負担も軽減、これがでかいのかなと、大きいのかなと思いますね。毎週のように当たり前のように救出をしていたのが、このそのソフトによって今はゼロじゃないですかねトライアンドエラーの繰り返しなんかなってしまいますと、3日間4日間ずっと生産技術メンバーがですね、つきっきりで立ち上げることもありますので、それが今回検証したものを実際見てですね、そうすると数ミリ単位で補正だけですので、本当に5分の1以下ですかね、ざっとした感覚ではそうですね。シミュレーションした上で見積もりを検証できるので、その精度の高い見積もりを提示できる。どうしてもその余裕を持って安全を見て見積もりを出してしまうって言ったのが今までなんですけど、経験者がですね、外員さんでこれぐらいだろうってことで出すわけですね。そうしますとどうしてもその経験と勘が頼りなもんですから、安全を見るといいますか、最適な見積もりにならない場合がですね、どうしても安全を見て高めに設定する。設備やり直しロスの低減というかゼロ化、要するに手戻りですね、これがもうまさにもうその見積もりの精度の向上と同じようなことを言っているわけで、その手戻りがあったりとか、そういうことでそのロスが結局見積もり通りにならなかったということで、場合によってはその会社のその経営に影響を及ぼしたりしてしまうこともあるかと思うんですけど、ある程度事前に検証した上で見積もりを出せるようになると、今までのこう安く見積もりを出せるで、こちらとしては安心して出せるというメリットがあると思います。今回の実証実験を機に、小倉金属の DX
デジタルトランスフォーメーションは加速します。まあ、今 DX とかデジタル化って会社としてもやりなきゃなっていうのは以前からあったんですけど、具体的に現場にどういうメリットがあるとか、そういったのがなかなかピンとこないことが多くてですね、で今回まあそういう実験実証を通してですね、そこをそのあこういうメリットがあるんだっていうのを本当に実感できたっていうのが大きくてですね、やっぱこうメリットを伝わると、じゃあ本格的にやってみようかなとか、こういう使い道もあるよねって新たなその使用用途っていうのを見つかるので、なんかこれを機に積極的にもっとやっていきたいなと考えています。まあ、実機で実際にトライをする前にいろいろ検証ができるようになりましたので、まあ、今までだとその本当特定のスキルの高い上級者の人たちがもう短時間でパッとやってっていう感じなので、なかなかその若手に教育っていうのができなくてですね、まあ、行ったとしても見てるだけでちょっとよくわからないまま終わってしまうというのがありましたんですけど、 PC 上で事前検証ができますので、あの若手、まあ、パソコン特にここは多いんですね、まあ、そこのベテランと若手が一緒になってそのシミュレーションをして、でその溶接のノウハウとかですね、どういう順序が効率いいかっていうのをその現場ではなくて、まあ、事務所とかですねチャレンジができますので、 DX を通じてですね、そのよりその技能伝承っていうのが実現できるなっていうのを実感しています。今まではやはりその投資額が大きいということもあって、製造業でもかなり大企業ですとか、そのロボットをたくさん使っているような限定した領域で効果を上げてきてたんですけれども、まあ今回小倉金属さんの工場を見させてもらって、まさにこういった規模のですね、本当に多品種でいろいろなことを、しかも自動化も一生懸命ロボットとかを導入されてやっているようなところで適用すればですね、当然イニシャルコストはかかるんですけども、効果はより大きいものが得られるんじゃないかなというふうに思いました。なので大企業以上にですね、そのデジタルツインを実現してこう、DX を加速していくことがですね、もっと大きな効果を埋めるポテンシャルがあるんじゃないかというふうにちょっと感じました。